そして今ここが直結しているターミナル21ですね。ここエアポートみたいな作りになってますね。階段がこう交互にあってターミナル21。今調べたら空港のターミナルをモチーフにした、ショッピングモールらしいですね。だなんとなく空港っぽいですね、作りが。コスメ関係ですね。あ、ラッシュっぽい感じ。あ、なんかマンゴーの石鹸ありますね。いくらだろう、40バーツか。そんなに高くないかな。広いですね。なんか雑貨のゲートなんていうんだろう。あ、ここなんか結構おしゃれな小物がある。財布とかバッグとかポーチとかありますね。なんかこういうの男性好きそうな感じですね。あ、ベルトも売ってる。おしゃれだな。2800バーツですね。ここ天井おしゃれですね。すごい綺麗。なんかアイドルっぽい感じの歌声と、それを取り囲むオタクたちの声援が聞こえますね。あそこだ。なんかライブみたいなのやってるんですね。人が集まってます。すごい声援ですね。誰だろう。あ、すごい声援ですね。タイのアイドルなんでしょうか。すごい。日本にも負けてない感じのファンの迫力ですね。アバウトレディース。降りてきました。ここ地下になるのかな。ダイソーも入ってますね。メイソー、そこは銀行か。この辺なんか雑貨いろいろある感じですね。本当になんか飛行機、空港をイメージしてる感じですよね。もうすでにマークが飛行機ですもん。面白い作りだ。もっと早く来ればよかったな。結構いろんなショップがあって見てて面白いですね。アジアブックス。あ、本屋さんか。本屋さんだ。ここは？あ、文房具店。ブレッドトーク。あ、ケーキうまそう。すごいな、カラフルで。そう、時間があれば。あ、パン屋さんですね。あ、さっきのところか。あ、美味しそうだな。こういうの買って朝ごはんでも良かったですね。モスバーガー。あ、リンダイホンありますね。やっぱ混んでる。あ、一風堂が入ってる。あ、こっちサーブウェイ、チラーメン、一風堂。値段どうなんだろう。安いのかな、高いのか。あ、ちょっとやっぱ高いのかな、日本よりむしろ。あとセットか、あれは。あ、単品だと290バーツぐらいか。ちょっと高いぐらいかな。ここはフードコートがある階に来ました。ここで食事をしたいと思います。あ、そこか。ピア21っていうとこですね。なんか桟橋をイメージして作られた、階だそうです。あ、橋みたいになってますね。で、なんかちっちゃい車が、置い
てありますね。へえ、なるほど。レストランもあるし、フードコートになってるところもあるっていう感じなんだ。あ、ピア21書いてある。先にさっき調べたら、先にカードを買ってそこにチャージをして、それで食事をするっていう感じらしいんですよね。わあ、すごい混んでる。めちゃめちゃ混んでますね。空いてないかも。タイラーメン的なやつもあるし、いろいろあるな。パスタなんかもありますね。チャーハン、ラーメン、ラーメン。ここはカオマンガイ的なやつかな。値段あ書いてあるか。安いな、50バーツとか。安いですね、32バーツとか。高くても50バーツとかですね。安い。何これ、わすごい。シチューポークレッグ。へえ、ちょっと気になるな、これ美味しそう。カード100 OK、 センキュー。はい、今このピア21のところのカードを買いました。フードコートカードってなってて、これに好きな金額をチャージしてそれで買う感じですね。これにしようかな。ライスウィズローステッドダック&BBQ ポーク、これ一番美味しそうですね。何が違うんだろう。あ、これは ダックだけなんだ。こっちはポークもあるし、あーなるほど。一番行ってみようかな。美味しそう、お鍋で。サリカナンバーワン。ナンバーワン。Thank you。Thank you。来ました、こんな感じですね。わ、美味しそう。これ40バーツ、すごいです。7バーツ。これとか7バーツですね。すごい安い。はい、最後の食事はこちらになりました。これで40バーツです。すごい安いですね。うん、美味しい。多分これが豚で、こっちがダックですね。味がしっかりしてて、でそんなにそこまでこう味がしつこくないですね。ちょうどいい感じの味付けです。全然これ日本人が食べても美味しいって思うと思いますね。タレがちょっと甘めな感じです。全然辛くないので、辛いのダメな人でも全然 OK です。辛くないです。うん、ダックもめちゃくちゃ美味しいですね。なんか全然本格的な感じの味がしますね。ほんと美味しいです。これダックですね。こんな感じの、すごく美味しいです。うん、やっぱタレが美味しいんでしょうね。タレもちょっと甘い感じで、なんて言うんだろうな、味噌ダレって感じじゃないけど、甘い、少し甘くて、まずちょっと表現が難しいですけど、うん、ちょっと甘めの気持ち味噌っぽい感じのタレですね。美味しいです、すごく。このフードコートは全然ありだな。美味しい。うん、肉も柔らかくてすごく美味しいです。
うん、うまい。フードコート内の全体はこんな感じです。いろんな店が入っています。食器は自分で返すパターンですね。めちゃめちゃ安いですね。ライムだと20バーツ、パイナップル、ブレンドも20バーツでしたね。ナンバー2、これ好きなものをミックスしてくれて、それを買えますね。美味しそうですね。これはこれかな。センキュー。こんな感じです。これ 20バーツですね。安いです。いや、これめちゃくちゃうまいですね。めっちゃうまい。え、本当これ20バーツと思えない美味しさですね。本当にパイにそのままミキサーしているのでとても美味しいです。冷たくてパイの味がしっかりしてて美味しいです。あ、てんや入ってますね。てんやもあるんですね。あっち大戸屋もありました。結構いろいろ入ってますね。で、僕的にはさっきのフードコートが一押しです。で、ターミナル21出ました。すごく良かったですね。特にフードコートがおすすめです。からホテルに戻って、帰りの支度をしたいと思います。